晴らしさを広める伝道師としてご活躍いただけます。それでは続きまして、神羅カンパニーが誇ります知識の中枢62階ライブラリフロアにお進みに。なんだ、お待ちしておりました、アバランチの皆様。私、ハットと申します。ドミノ市長の使いでお迎えに参りました。市長っていうのは、あの神羅の言いなりドミノのことか。はい、世界一の魔法都市ミッドガルの市長であられるドミノ様のことです。ビジュアルフロアにて異常なシステムエラーを感知しましたので、アバランチの皆様がお困りになっているのではないかと。市長が俺たちに何の用だ。それは直接お聞きください。ついてこいってことか。本当に市長がいるのかよ。こちらです。罠だったらただじゃおかねえからな。なんだこりゃ。おお、やっと来たか。遅かったの。あ、わしがこの魔法都市ミッドガルの市長ドミノである。ずいぶんと暴れてきたようだな。の誰が尻拭いをしてやったと思っとる。どういうことだ。どうもこうもないわい。お前らが警備に見つかるたびに、カメラに映るたびに、通報されるたびに、もみ消してやったんだ。感謝せえ。なんだ、分派の連中は知らんのか。わしがアバランチと組んでおること。何？驚くほどのことではあるまい。このフロアを見てみ、市長とは名ばかりの実態はこの通り。資料室の一角に閉じ込められたただの老いぼれだ。この冷遇に怒りを覚えるのは至極当然なことと思うがの。はっ、だったら話は早え。うん、私たちを研究施設に入れて。研究施設？なんだ、目的はプレジデントじゃないのか。囚われた仲間を救出したい。もちろんプレジデントの野郎もとっちめるけどよ。
まあ、神羅を引っかき回してくれるなら何でもええわい。じゃあ、64階までは何とかしてやる。なんだよ、ケチくせえこと言うなよ。わしができるのはそこまでだ。市長なのにか。市長なのにだ。ミッドガルの市長であるにもかかわらず、わしの仕事といえば資料の管理。重役会議にも呼ばれとらんわ。市長が毎日毎日資料の整理、紙をめくりすぎて指は切り傷だらけじゃわい。この痛み、あの男は知るまい。悔しい悔しい。あわかった。あんたの恨みは俺たちが晴らしてやるからな。落ち着け。深呼吸だ、深呼吸。ふん、カードキーをよこせ。ほれ、これで63階のリフレッシュフロアまで行けるぞ。そっからはどうすんだよ。63階に協力者がおる。そいつから64階のカードキーを受け取れ。合言葉は市長最高だ。ミッドガルの市長は最高。誰が何と言おうと最高。お前が市長と言って最高と答えた者が協力者だ。分かったか。お前が市長と言って最高と答えた者が協力者だ。分かったか。お困りのことがございましたら何なりとお申し付けください。協力者について何か知らないか。もちろん存じております。ただ我々も何かと大変でして、だからというわけではございませんが、多少のお心づけをいただけますと。金取んのかよ。機密情報を漏らすとなるとそれなりのリスクを伴いますので、そうですね、1万ギルほどいただければ。高すぎだろう。64階に上がれるのは上級社員だけです。身なりの整った方を探されると良いかと。またその人はストレス発散のために63階へ来ているのだとか。そんだけかよ。おや、納得されていない。仕方ないですね。ではこちらをお納めください。あん、お心づけのお礼でございます。悪くねえな。